カノセダム。カノセダムは、新潟県東神原郡阿賀町鹿ノ瀬地先、一級水系阿賀野川、本川中流部に建設されたダムである。地元では、大技名をとって、角上ダム、角上とも呼ばれる。東北電力によって、管理、運用が行われている発電専用ダムで、形式は、重力式、コンクリートダム、高さは32.6メートル。 歴史的に価値のある土木建造物として土木学会より日本の近代土木遺産280世に選定されている。阿賀野川水系は豊富な水量と急流であることから水力発電の公的地として明治時代より開発が始まった。当初は稲わしろ発電所など稲わしろを中心とした水力発電が実施されていたが、 電力事業の競争激化に伴い全国的にダム式発電所の建設ラッシュが始まるにつれて、阿賀野川水系においても本格的なダム式発電所による水力発電が施行されていった。当時阿賀野川中流部の電力開発を手掛けていた、東進電気株式会社は中流部の阿賀野川ライン付近を有力な開発地点としてダム建設を計画、対象末期より 本格的な工事に取り掛かった。ダムサイトとなる阿賀野川は、川幅が広く水量が豊富であり、通常のダム建設では工事の混乱が予想された。そこで参考にしたのが、大道電力が木曽川本川に建設した大井ダム、岐阜県へな、中津川市である。大井ダムも川幅が広く水量が豊富な地点に建設されていた。このためダム建設を手掛けた。 大道電力社長、福沢桃介、福沢幸吉の容姿は、半川締め切り工法と呼ばれる工法で、大井ダムを建設した。これはダムを建設する際に左右いずれかより半分ずつ建設する工法で、まず川の流れを左右いずれかに偏らせ、川の流れがなくなった地点より、ダム本体を建設する。停滞の半分が完成したら、今度は川の流れを完成した。 停滞方面へ向け、ダム停滞に仮の排水路を設けて、水を流し、流れがなくなった、急稼働に今度はダムを建設する。川幅が広く通常の広報では、掘削量が多すぎたり、何らかの理由で仮排水路トンネルが作れないような場合などに採用される工法であり、近年では2、風谷ダム、猿川で採用されている。可能性ダムは日本で2番目に、 半川締め切り工法で建設されたダムであり、大河川を締め切って建設された本格的なダムであった。1928年、昭和3年に完成したが、阿賀野川水系で最初に建設されたコンクリートダムでもあった。カノセダムは前述のように水力発電を目的にして建設されたダムである。ダム砂岸部に建設されたカノセ発電所、カノセ発電所。 写真では、ダム右手はテは1928年12月1日に運転を開始、認可出力4 9 5 0 0ットを発電し、当時としては大規模な発電所であった。国力増強のために阿賀野川流域の工業地域へ電力を供給するのを目的としており、直下流にある昭和電工可ノ性工場、現、新潟昭和などに電力を供給した。このカノセ工場は、 石灰石からカーバイドを経て、化学肥料、石灰窒素を合成する目的で建設されたが、カーバイドを利用して、アセトアルデヒドを経て、作産や、その誘導体を合成する、アセチレ系有機合成化学工業の工場も、併設され、アセトアルデヒド合成工程において排出された、メチル水銀が、阿賀野川を汚染し、新潟水俣病を誘発することにつながった。 カノセダム完成の1年後、1929年、昭和4年12月1日には直上流に、豊上ダム、重力式34.2メートルが建設され、発電能力は増強されたが、折から低震症による第3次発電水力調査が1936年、昭和11年に実施され、阿賀野川と支流の只見川が、重点開発地点として注目された。 1939年、昭和14年、電力管理法施行に伴い戦時、経済等政策の一環として、日本発送電、日発が設されたが、非発は引き続き水力発電開発を進めようぜ沼、ただ見川、阿賀野川に20カ所のダム、水力発電所を建設する計画を立てた。これに伴って阿賀野川には、新号、1939年、山号、 1943年の両ダムが批発によって建設され、戦後東北地方の発送電、配電事業を批発から継承した東北電力が、これを受け継ぎさらに上知り、上げかは1958年の両ダムが建設されることで阿賀野川本川のダム式発電所建設計画は一応の完結を見た。これらの発電所による、 送認可出力は2 9 6 2 0 0ットと流域有数の電源地帯となった。その後火力発電が主力となり水力開発は下火となったが、1973年、昭和48年のオイルショックを機に再度水力発電が見直された。東北電力は、阿賀野川に建設された、鹿野瀬発電所をはじめ豊見、信号を。 山郷の4発電所を再開発して、出力を増強する計画を立てた。カノセダムの右岸に、第二カノセ発電所、写真では、ダム左手の建物を1973年5月10日に建設し、出力5万5千キロワットを増強した。1975年、昭和50年には、第二豊実発電所、5万7千100キロワット、1984年、 昭和59年には、第二信号発電所、3 8 8 0 0ット、1992年、平成4年には、第二山号発電所、2 2 9 0 0ットが、完成し、阿賀野川下流の水力発電所群は増強分を、含め47万キロワットとなり、中規模の揚水発電所と、同程度の出力を要するまでになった。 これらの発電所は溶水発電と同様に常時、出力が設定されておらず、昼間や夏季など電力需要のピーク時に対応すための発電を行う。カノセダムによってできた人造庫は、カノセダム調整地という名称で、特別な命名はされていない。だが、この人造庫は、阿賀野川ラインを形成している。ただ見川合流点より、下流の阿賀野川は、 両岸が謙遜な峡谷を形成し、豊富な水量はライン川を彷彿とさせる。調子の口やキリン山といった断崖絶壁をはじめ急流に見応えがある。カノセダム直上流部より奥アガ遊覧船が就航しており、座敷を設けた奥アガマルがカノセダムより上流のアガノ川ラインを約70分かけて周遊する。車では 国道459号が湖畔を通過しているが、カノセダムより会津方面へ向かうと十二の橋梁とトンネルが連続する。この橋梁やトンネルにはそれぞれ、六月から師走まで月の急称を用いた命名がされている。新緑や紅葉の時期が最も見応えがあるが、新緑の時期は雪解けの時期と重なるため水量が特に豊富であり。 鹿野瀬ダムをはじめ阿賀野川のダムすべてが放流を行い、豪快な風景を楽しむことができる。ダム下流正面には展望台があり、ダムと発電所を一望できる。湖畔には角上温泉があり、下流の鹿野瀬温泉、キリン山温泉、津川温泉などと温泉郷を形成している。夏は革新湖畔青少年旅行村でアウトドアを、冬には 角上スキー場でスキーを楽しむことができるほか、キリン山付近には、阿賀町の町花、雪椿の群生地である、雪椿園もある。このように、ダム周辺には、見どころが多い。アクセスは、万越自動車道、津川インターチェンジ下車後直進、国道459号に入り、藍津若松方面へ北上すると、やがて完全に横長い停滞が見えてくる。 公共交通機関では JR 東日本番越再線、鹿野セ駅下車とは約30分である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。